おい、花火ありがとう。花火ありがとう、特命さん。おはよう、ワダツー。ごめんなさい、セッティングしてました。今日はですね、2018年の、今日は2018年4月の11日、21時35分です。よろしくお願いします。いろいろやっていこうと思います。ワダツー、花火ありがとうね、オープニングから。ありがとうございます。あ、テーステース。声と音声と映像と全部 OK かな。髪の毛切りましたね。こんな感じです。ニューヘアスタイルね。デコ全開。デコ全開の、ついに丸メガネが戻ったんで、和道らしくなってきたでしょう。やっていきましょう。なんかね、ドレさんと飯食ってたんだよ。ありがとう、ナンシー。ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。おい、ゆうこさんいらっしゃい。どうもどうも。どう？ヘアスタイル似合ってる？やっぱね、ハゲを隠さないスタイルかっこいいでしょ。ハゲを隠さないスタイル。なんか懐かしいわ。丸眼鏡も。OK。で、なんかドレさんと飯食ってて帰ってきたら、なんかギフトが、なんだろう。またギフトが届いた。でね、リスナーさんの名前書いてないんだよね、これ。俺の名前と住所しか書いてないんだよね。ありがとうございます。めちゃくちゃ似合ってる。ありがとう。嬉しいわ。やっぱね、ハゲはね、隠すよりも出した方がいい。やっぱね、男らしい。ハゲをさ、ロン毛で隠すとダサいでしょ。ハゲをロン毛で隠すと。中に書いてあんのかな？何なんだろう？わかんないけど。たまになんかね、住所公開したからね、定期的に届くんだよね。何なんだろう。潔いでしょ？全開ですよ、全開。ちょっとね、なんか、美容師さんの加減でちょっと残してたけど。まあ、それはね、俺の、あれじゃないから。俺はね、やっぱね、ハゲは出していった方がかっこいいと思ってるから。全開でいきましょうね。全開で。隠そうとする人間は信用されないから。ノンラブいい感じ、ありがとう。あ、ノンラブごめんね、昨日ね、あの昼間動いてたから、今度やってあげるからね、セッティングね。あの声かけて、ごめんね、なんかお互い忙しいよね。絶対やってあげるから。よいしょ。中に書いてある。開封ね、しようか。100人ぐらい集まったからやろうか。男の色気出てる。そうかな。おい、石家部長いらっしゃい。久しぶり。おっぱ部長か。おっぱ部長いらっしゃい。元気？でもさ、日本人でさ、この丸メガネ似合うのなかなかいないでしょ。すっごい似合うでしょ。丸メガネ。いいでしょ。うさんくささが増してるし、これでね、いくら詐欺師って言われても俺全然聞かないからね。おい、ワドツー、ハートありがとう。いつもありがとうね。いい感じでしょ？うさんくささが増したでしょ？うさんくささが。ハリウッド映画、レオンとかね、ジャンレノとかよく言われてたけど、ニコ生の時ね、実はね、これと全く同じメガネで、この色でやってたんだけど、だけどね、なくしちゃったんだよ。旅配信してる時に。で、あんまりにもうさんくさいから今度白でやってみようかっつって色抜いてみたんだけど、やっぱり俺はね、この濃い色が好きなんだよね。自分のキャラクターに合ってるでしょ。俺はこれが好きなんだよね。何が届いたんだろうね。嬉しいよね。何だと思う？段ボール、アマゾンの段ボールだから分かんないね。何が入ってっかな。軽いね。軽い。何だろう、誰なんだろうな。誰だか分かんないっていうのが、まあアマゾンだからさ、嫌がらせとか絶対ないんだけど、リスナーさんはさ、嫌がらせする人ってほとんどいないんだよ。
だから多分ちゃんとしたプレゼントなのは分かってんだけど、誰から分かんなかったら俺言えないからさ、それが困るよね。まあの天城風ねくれた人ありがとね、ありがとね、誰だか分かんないけど超嬉しいよ。でまず人が集まったからオープニングトークして人集まったから開封しようと思ってんだけど、あのねいろいろ考えたんだけど、俺ちょっとやっぱりふわっち一本でやってくの怖いし、いろいろ考えて、でやっぱり将来のこととかすげえ考えるんだよ。でなんか今まで思ってることとかさ、そのやっぱリスナーさんと今まで一緒にやってきたからシェアしていきたいなとか思ってて、で今考えてること言うと、正直さ食えるか食えないか分かんないわけじゃん、花火が上がらないと。でで花火ねだるのも嫌だなと思ってんの。やっぱ花火くださいとか花火目標70発とか書くのもあれだから、俺がみんなに一個決めたことが、今後の配信でもう花火をテロップにも書かないし、タイトルにも書かないし、言葉でも言うのやめる。俺、アイテムくださいっていうのをやめるわ。それはね、一個決めたこと。俺の中で。食えなくても、食えても、もう関係ないし、やっぱり、そのアイテムは欲しいんだけど、それ言ったらもうおしまいだなとか思って。やっぱり、ご厚意でチップもらう分にはありがたくいただこうと思うけど、いくら食えなくてももう言うのやめようかなとか思って、言わないともらえないんだけど、そこはもうなんかダセーなとか思い始めて、それが1点で、あともう一つ、もう一つ配信サイトを増やします。僕ふわっちを半分、もう一つのサイト半分でやってきます。それはね多分明日からで、何時間とかどれくらいのバランスでやる、半々って今言ったけど、それはねちょっとバランスはまだ分かんないんだけど、ふわっちともう一つの配信サイト増やすことにしました、僕は。あとなんだろうな、あとなんだろう、いろいろ考えてるね、配信のことについては。そんな感じかな。ふわっちはメインであることには間違いないんだけど、やっぱりそのふわっちだけでやってくっていうのに自分で不安を覚えてるから今、ちょっと配信サイトもう一つ増やしますね。その辺だけご理解いただければ。押していきたい。ありがとう。俺のこと押してくれんなら簡単だよ。ランキング上位にして、本当にバンバン押してください。リスナーさんのご好意は全部受け取りますよ、僕は。いろいろね、やっぱりね、なんだろう、考えること多いよね、悩むことっていうか。でもさ、もう自分なりにやっていくしかないじゃん。食えようが食えまいが、やっぱ初心に帰らないとっていう、やっぱアイテムください、アイテムくださいっていうのはダメだなと思ってて、俺はもうねだるのやめたね。自分らしく自分にできることをまったりやっていくよ。はい、こんばんは。いらっしゃい。天城府の中身何なんだろうな、全然想像つかないな。何なんだろう、予告なく本当にくれるかんな。ねえ、ありがたいよね。今までだってさ、何々送ったからねとか昔だったらあったんだけど、ふわっちのリスナーさんってね、なんかツイッターに住所書いてあるからなんかね、結構突発的に
送ったよとか LINE とかも来ないんだよね。何なんだろう、すげえ気になるような。部屋も片さねえとな、また汚くなってきたな、怒られる、これ解放に。トレさんでもね、飯食って元気そうだったな、すげえなんか安心したわ。なんか減らってんじゃないかなと思って、全然変わってなかったわ。のんちゃん掃除できないの？のんちゃん掃除苦手だし、俺も掃除苦手だね。で俺、うん、頑張らなくていいの、のんちゃん。あのね、俺はね、なんつうんだろう、苦手なものとかできないことを頑張らせるとお互いに不幸になるって考えてる派なんだよ。で俺も、あの、俺は掃除わりかしできる方なんだけど、やっぱりムラがあるのね。でのんちゃんは俺掃除させたくないのよ。掃除ができる人がやればいいと思ってるから。で俺も掃除嫌いだから、うん、だから掃除が好きな人が俺の家に来て掃除をすればいいっていうのが俺の考え方、うん、いろんな人の助け合いでしょこの世の中。俺は配信が得意だけどさ、配信以外はできなくなりたいっつうか、なんかマイケル・ジャクソンってさ、歌と踊りが世界トップレベルなんですよ、マイケル・ジャクソンは。だけど何もできなくていいと思ってんの、マイケルは。朝起きて誰かがシャワー浴びさせて、こう体を洗って、うん、俺はだから配信のスーパースターでいればいいかなと思ってんだよね、うん、配信で雑談の喋りに誰にも負けなかったらそれでいいと思ってたよ、うん、あとは他に得意なプロを選ぶっていうか、プロ、ま、自分がそのプロになるんだったら周りもプロでいてもらうっていうか、で俺にしかできないことをやっていきたいと思ってんだよね、うん、それは本気で考えてるね、うん、本気で考えてる。いいでしょ。いやいや、本当にね、これね、すごく大事なことで、できないことを他人にやらせようとするのって俺間違ってると思うんだよね、やばそう。
苦手なことっていうか、その料理が得意なやつが料理を作ればいいし、掃除が得意な人が掃除をやればいいし、で、その苦手なことをね、他人にさせるとね、その人のポテンシャルを潰すと思ってるんだよ。例えば、そののりこは掃除をするために生まれてきたわけじゃないのよ、彼女は。だから、彼女がやりたくないことはやらなくていいと思ってて。俺いつも言ってるでしょ？好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって。っていうことは、嫌いな人と嫌いなことを嫌いな時に嫌いな場所で嫌いなだけやるっていうのを捨ててるのね。そう。好きなことをやるっていうのは、実はやりたくないことを一切やらないっていう宣言でもあるから、俺は、俺がやりたいことしかやらないっていう考え方、それ以外の全ての選択肢を断ちたいのね。で、俺が掃除やりたくなったらやればいいし、それが、大事な生き方だと思ってるの。世の中それで回るから。万能で何でもできて、でも何も一番になれないよりは、自分がこれだっていうもので一番輝きたいんだよね。俺はそういう考え方。好きなことだけやればいい。で、のりこにもそうしてほしいんだよね。おい、お嬢いらっしゃい、こんばんは。だから、なんだろう。コメント、ね、ロム税だとか、コメント税だとか、なんだかんだとかじゃなくて、みんなも好きなことやってもらいたいし。リュウホですます、いらっしゃい。おい、そうそういらっしゃい。お疲れっす。古いスタイルだね。スポーツ狩りになって、丸メガネがね、やっぱね、俺の中でグッとくるアイテムだね。らしいでしょ。久々にかけてニコ生思い出すね。ずーっとこのメガネでやってきたから、エンジンがかかるよね。トーク、テンションが上がるとトークが良くなるから。ジョン・レノンみたい。よくね、ジャン・レノンとジョン・レノンってよく言われて、ひどい時なんかジャン・レノンって言われてて。一緒だよ。ジョン・レノンとジャン・レノンが一緒になっちゃって。ジャン・レノンになっちゃったりね。どっちだよみたいなね。ジョン・レノンとジャン・レノって似てるじゃん。両方とも丸メガネでサングラスだから。いや、日本人でね、丸メガネをここまで似合うのは俺ぐらいだと思うよ。そう、混ざるんだよ、そう。まあ、言いたいことはわかるって感じだけど。俺結構丸メガネのサングラス好きだったんだけどね。いいでしょ？似合うでしょ？キャラクターにも合ってるし。ほら、写真家のアラーキーさんとかさ、テリー伊藤とかさ、ああいうなんかうさんくさい感じのキャラクターに合ってるじゃん。色メガネって。X のタイジもそうだったっけ？よくね、X のタイジ似てるって言われたな、俺。俺、タイジよくわかんないんだけど。サングラスじゃない、これメガネなんだよね。はい、わかつ。だから俺としてはね、これは結構古いスタイルで、結構やりたいスタイルだったから、結構グッと来てるね。投資してよかったね、と思って。アラーキーの写真めちゃめちゃいいよね。ド入りド入り。メガネメガネ。だから、これかけないと見えないの。あとね、結構ね、俺コミュ障だから、自分の表情とか出にくいタイプだから、サングラスかけてるとね、いいんだよね。結構フィルターになるっつうか、世界と壁を一枚隔たりができるから。そう、喋りやすくなるの。じゃあ、目見て喋るって結構恥ずかしいんだよ、俺。俺の中では結構、今日はテンション高いね。俺もバーベキューで塩をこうやってできるぐらいのオーラ出てきたでしょ。バーベキューに最後ソルトをこうやってやるぐらいのね、色気が出てきたでしょ。大人の色気が。
ヒゲもね、若干変えたんだよね。ここ繋がってたんだけど、ここね、ぶった切ったらね、結構セクシーになった。これはいいアイテムだね。やっぱレンズ合わせるの大事だな。目だいぶ悪くなってて、このレンズだと全くちゃんと見えるもんな、ちょっと暗すぎるかな。あの色を強く入れすぎてちょっとねモニターが見づらいっていう。ちょっとあの色を強くしすぎたかな。もう一個薄いのにしときゃよかったかもしれない。眩しくはなくなったんだけど、夜はね別に平気なんだけど、モニターの画面とスマホがすごい見づらい。暗いんだよね。思ってたよりも暗かった。一番強い色入れちゃったからさ、ズラは取ろうって何？ズラじゃねえわ。俺頭皮動かせんだよね。あれ？あんまり動かないかな。ズラはつけてないわ。いいでしょ。すっきりしたよ。笑った？はい、こんにちは。あんまり濃い色にするとかえって目悪くなる。マジで？失敗したかもしんねえな。いいじゃん、ずっとかけてりゃいいんでしょ。ずっとかけてる。濃い色ダメなんだ。のんちゃん？のりちゃんだよ。のんちゃんの。のりこ。のんちゃんって呼んでるみんな。マフィアじゃないよ、ポンタ。シャイニーズマフィア。ベレッタどこにある、のんちゃん。のんちゃん、そこそこ、そこ取って。ベレッタ。これマフィア映画できるね。そこ。そのケースに入ってるから。これサバゲーの時にかっこいいよね、ちょっとね。ありがとう。のんちゃんね。そう。のりちゃん。完全にベレッタ似合うでしょ。すごいね。マフィア映画出れるね。サバゲー行きたいな、このファッションで。スナイパーだね、完全に。俺のサバゲーアイテム、ベレッタ。イタリアの銃ね、ベレッタね。荒野行動。あと P90 がそこにあるね、P90。ビリーさんいらっしゃい。レオンだね、完全にね。スナイパーライフルの方がいいのかな。このファッションだとスナイパーライフルの方がかっこいいかもね。ハンドガンと P90 じゃなくて、ハンドガンっぽくないもんね、やっぱりね。これ本物じゃなくてガスガン、ガスガン、ガス銃、 BB 弾。本物なわけないでしょ。銃刀法違法だよ。でもね、重さとか再現すごい。日本の会社が一番、その重さとか反動とかすごく作り込んでるから、本物に近いって言われてるよね。音とかもすごい。ギミックとかも本物銃みたいだし。そう。かっこいいよね。かっこいいでしょ。あと、ライフルがある。ライフルじゃなくて、自動小銃があるね。3万円ぐらいして。サバゲーもたまには行きたいな。せっかくね、鮫島さんに誘われて始めたけど、最近やってないね。当たるとね、痛いよ。血まめになるね。血まめになります。110番やめてください。あのね、そういうコメントね、本気で、ふわっちのリスナーさんってピュアミン多いから、本当に誤解されるからやめて。そしてね、もう一個言わせて、俺がやめてっていうのは振りだから、それも真に受けないで。
こうやってね、本当にね、ふわっちのリスナーって本当に難しくて、やめてっつったら本当にやめちゃうのよ。ニコ生ではやめてっていうのはもっと書いてって意味だから、いろいろ察して、わかった?そうそう。そういうコメント書かないでね、ふわっち民ピュアな人が多いから。で、やめてって言うけど、そういうコメントは書いてねって意味だから。よろしくね。なんかね、ふわっちのリスナー教育しないとダメだと思ってて、本当にね、なんかね、アスペばっかりなんだよね。ピュアな人多いんだよ。本当に。いや、ふわっち民ね、本当にね、あのね、なんかね、なんか配信者のノリがわからないんだよね。紛らわしいんだよ。そう。一般人さん、こんばんは。そう。あ、いっちゃんいらっしゃい。銃には似合うけど、ドラムには似合うな。ドラム全然ありだと思うよ。ドラム全然ありでしょ。ほら。全然かっこいいでしょ。全然ありでしょ。ほら。全然ありだと思うよ。それは思い込みだよ。ドラム全然合うよ。ギターボーカルとか全然合うと思うよ。かっこいい、ありがとう。みんなで110番。本当に110番するバカいるからな。なんとか2とか。書いてってのは書かないでってこと。それは違うかな。なんかね、その、すごくね、なんかツイッターで話全く変わらんだけど、ツイッターにすごくいいことが書いてあって、無課金で応援する方法っていうのをシェアしたくて、無課金なんだけどコメント書いていいですかとか、応援できないですかって言ってる人ね、一個教えてあげる。花火投げられない、アイテム投げられないけど応援したいっていう人いるじゃん。簡単。ツイッターのいいねボタンバンバン押して。ツイッターリツイートバンバンやって。それが一番の応援になるから。風船ありがとう。嘘。武田の土地買わない方が良かった。あれ買えなくて俺申し訳ないなと思ってたんだよ。50万って言ってくれたのに。何があったの?最初、いっちゃんが一軒家売ってくれるってやつでしょ。あ、性格悪いやつ多いんだ。そっかそっか。いや、俺いっちゃんの買ってあげたかったなと思って。100万って言ってたの、50万でいいから和道に面倒見てもらいたいって。あの土地を和道に守ってもらいたいって。俺すげえ嬉しかったよ。そう、拡散。で、なんでかっていうと、無課金でいいねを押したりとか、ツイッターのいいねを押す、ツイッターにコメント書く、YouTube 見るとか、これすごく大事な応援で、YouTube のいいねボタンを押すとかシェアするって。なんでかっていうと、新規の人が現れるから、それがきっかけで、こう、アイテムもらえたりする可能性が広がるわけよ。だから、無課金の人の応援っていうのは、いいねボタンバンバン押す。そうすると配信者の信用が高くなるじゃん。例えばさ、俺のツイッターにさ、1000いいねとかされたら、この人すごいって思わない?初見さん見た時に。いつもなんか3個しかいいねついてなかったりすると、ダメじゃん。だから、無課金の人で応援したいっていう人は、いいねボタンを押したり、拡散したりすればいいんだよ。あ、そうなんだ。不正の温床ね。シャカも元気だよ。そう、無料の広告だから、そう。だからね、今の時代はすごくいいと思うよ。ツイッターでただシェアするとか。そう。そういうなんか意見多かったから、俺なんか誤解が生まれてて、なんか、花火、アイテム投げない人も俺応援だと思ってるんだけど、なんかアイテム投げないと申し訳ないっていう人が結構多くて、最近。いや、見てくれんのも応援だし、コメント書いてくれんのも応援なんだよって言っても、いや、なんかもっとしたいっていう気持ちがあるらしくて。だったらもう YouTube とかいいねバンバン押してっていう。Twitter でシェアいいねバンバンやってっていう。今考えてんのがそれかな。そう。それでね、新しいリスナーさんが増えたら俺としては万々歳だからね。あと、その、いいねが増えていったらやっぱり、ね。グラさんじゃないよ。カルシウムさんいらっしゃい。俺もともとニコ生時代ずっとこれだったの。だからクラシックスタイル、昔から見てる人、ああ、懐かしいねっていう。もともとこれでずっと雑談やってたから。むしろ昔のスタイルに戻した感じだね。グラさんじゃなくてメガネ。こんだけ丸メガネのグラさん似合う人いないでしょ。
やべえな、100人超えないから開封しようか。ダメだわ。仮想生主だわ。開けます。開封します。誰からだろう。何が入ってるかクイズにしようか。じゃあみんな予想書いて。アマゾンギフト、何も書いてません。リスナーさんの名前も書いてないです。何だと思いますか。軽いです。バカありがとう。原点に戻ったね。うさんくさいのが好きなの。これ何だと思う。軽いかな。軽い、誰だろうね。何が入ってるか予想書いて。みんな予想、何が入ってるかな。え、ズラ、ズラが入ってんのこの中に。のりこはズラ。他の人はプロテインか。あー、あるな。プロテインあるかもしんない。なんだろう。他はみんな予想書いて。予想、これくらいの大きさ。プロテイン、プロテインあるな。捨て頃、捨て頃に合わせてね。なんだろう。 T シャツよりもちょっと重いと思う。うん、まあ T シャツね。サエさんいらっしゃい。ワドツ、なんだろうな。ポカリの、あ、それだ、ポカリだ。俺ポカリ欲しい欲しいって言ってたから、もし天城膨れるんだったらポカリのこのちょうだいって言ってたから、それかもしんない。うん、それかもしんない。じゃあ開けてみます。いきます。いくよ。5 4 3 2 1。え、なにこれ。うおー、すげえ。これ俺にじゃない。うわ、感動するわ。のんちゃん、これのりこにだわ。のんちゃんおいで。ノーブラ？なんでノーブラなの？え、今ノーブラなの、のんちゃん。の、あ、着替えて。ちょっと待って、のりこが、今ノーブラだから、これ俺にじゃないわ。のんちゃんにだわ。超嬉しいんだけど。ありがとね。うわ、びっくりしたわ。すげえな。これのりこにだわ。いや、ちょっと感動した、俺。ありがとう、俺の彼女にまで気使ってくれて。すげえわ、リスナーって。俺にじゃねえのかよ。なんで俺名義でのりこなんだよ。それもそれでなんかおかしいと思うけど。でも嬉しいわ、ありがとう。俺が開けちゃったよ。いや、ありがとう、マジで。誰なんだろう。いや、これはね、ちょっと、なんか愛を感じた。優しいなぁ、リスナーさんは。優しいなぁ、本当に愛されてるなぁ。俺ね、ソニーのね、α7 欲しいから、よろしく。α7 の3ね。α7 の3欲しいから。着替えた、うん、ノーブラじゃない、うん、乳首版ない、うん、はい、おいで、のんちゃん、はい、俺にじゃなかったよ。ありがとう、いいな。誰かは書いてないんだけど、中身、うん、いや、これね、俺ちょっと感動した。じゃあリスナーさんのね、感謝しながら、ほら、あれすごいね。どうしたの？のんちゃん自分で頼んだやつだ。はあ？なんでここに届いた？もういいよ、もういいよ、帰れ、もう、もう帰れよ、お前、ほんと。これ自分で買ったやつなの？うん。多分チェックマークがここの住所に。帰れ帰れ。帰れ帰れ。はい。なんで俺の家に届けんの。帰れ帰れ。うん、はい。ほんとしょうもねえな。ふざけんのね。いや、じゃあ中身を言わないとさ、伝わらないから。
いや、オチとかじゃなくて。いや、鏡だよ、鏡。ありがとう。ミスケイ、花火ありがとう。花火ありがとう。いや、これ、あれだからね、ネタでもなんでもないよ。いや、本当に、のりこと俺の天然が出ただけだよ。鏡だわ。じゃあ、のんちゃんが俺に鏡買ってって放送で言ってたの。この前旅館行ったじゃん。群馬の。その旅館に忘れちゃって、和道さん鏡買ってって放送で言ってて、俺いいよって言ってたのよ。だから買わなきゃなと思ってたんだけど、リスナーさんがそれを聞いて、俺は送られたと思った。だってさ、のりこに聞いたのよ。これ何って聞いたら、あ、リスナーさんから届いたよって本人言うんだもん。自分で買ったの？お前いい加減にしろよ、本当に。全く同じものが届くって。あ、それで間があったんだ。全く同じのが届いたっていう間だったの、さっきの。あ、なんで私が買ったのが、リスナーさんに届いて、ダブっちゃったっていうリアクションだったんだ。どうしようもねえな、本当に。いや、ふざけんなって言われても、俺、本当に台本とかないよ。ぶっちゃけた話言うわ。ぶっちゃけた話、俺、じゃあ言うけど、俺、捨て頃のリングシューズだと思ってたの。箱の大きさと重さが靴だと思ってて、靴だと思ってて、うわ、優しい人いるわ、と思って、捨て頃のためのボクシングのリングシューズ買ってくれたって勝手に思ってたんだよ、重さからして。ふざけんな、本当に。はい、鉄馬さんいらっしゃい。ウケるよな、本当に。いや、笑うわ。のりこ天然だわ。いいじゃん、別に俺の家に届いても。ね、どっちでもいいじゃん。しかも自分で受け取ってたし。ね、名前和道になってるからね。ああ、和道さんに届いたんだって。面白いよな。天下さんいらっしゃいね。天下さんいらっしゃい。ありがとう。え、鮫島さんバン？マジで？匿名ひーちゃん花火ありがとう。え、鮫島さんバン？マジで？じゃあ和道ちょっと情報量代わりにって言われちゃったから500円分の仕事します。ちょっと待って、今調べるわ。え、鮫島さんなんかバンになるようなことやった？あ、昨日なんかミュウツーと喧嘩したって言ったな。え、なんだろう。ちょっと待ってて、今調べるわ。ちょっと待ってて、ひーちゃん。花火もらったら動かないとね。鮫島さん。なんだろう。でも、ミュウツーと喧嘩したぐらいでバンになるか？ならないと思うんだよね。そんなミュウツーに潰される玉じゃないから。あ、あった。オッケー、行きます。これだ、これ。あれ、キャプチャーできない。なんで、え、なんでキャプチャーできないの。え、ちょっと待って、あれ、キャプチャー機能ぶっ壊れたな。ちょっと待ってね、画面キャプチャー、画面、あれ、ちょっと待って、なぜかキャプチャーができないな。ちょっと待ってね、削除。え、なんだこれ。え、なにこれ、バグった。画面キャプチャー、あれ、なんだろう、画面がね、ごめん、なんかパソコンがぶっ壊れてキャプチャーができないんだけど、鮫島さんのツイッター読み上げます。微熱があるため配信できませんって書いてあります。ひーちゃん、ツイッター見るとわかるよ。微熱があるため配信できませんって書いてある、これリツイートしとくんで、俺のツイッター見てみて、俺のツイッター見たらリツイートしといたから、よし、500円分の仕事したぞ。なんか風邪ひいたのかな。まあ多分バンじゃないでしょ。バンになったらすぐ噂回ってくるから。ありがとう。ああ、とんでもない。2発もありがとうね。ひーちゃん、花火ありがとう。
い、ありがとうございます。あで俺さ、今後なんだけど、ふわっちと明日からもう一個の配信サイト使うからみんなよろしく。ふわっちの配信時間減ります。今後ふわっちはメインであることには間違いないんだけど、ちょっとね、いろいろ考えてて、ふわっち一本でやってくのちょっと怖いなっていうのがあったから、もう一個のサイト育てようと思ってます。フォロワー数を。なのでそれだけ覚えておいてください。ちょっとふわっち一本の配信やめます僕。うん、 YouTube ライブ、うん、YouTube ライブね、メインの放送こっちで、 YouTube ライブはだらだらね、垂れ流してやろうと思ってるけど、雑談もちろんやるけど、ちょっとね、YouTube のこうブレイクしそうな感じがするから、今のうち網張っておくわ。うん、ちょっとずつ育てておこうと思って。で、前からね、マネージャーの匠さんと話し合ってたんだよ、数年前から。YouTube 育てたいっていうことは。でもタイミング的に今しかないなと思ってて。うん。だから、それだけご報告しておきますね。だから、Twitter さえフォローしてくれてたら、まあ、両方とも見に行けると思うから、Twitter のフォローだけよろしくお願いします。はい、こんばんは。ゆあさんいらっしゃい。ツイッターフォローありがとう。ありがとうございます。なんかね、たまにね、ツイッターで意味わかんねえなって思うのがさ、鍵アカの人がね、俺にコメント書くんだよ。俺が写真とかツイートするじゃん。で、鍵アカの人がね、なんか書くの、俺に。で、多分本人気づいてないんだろうけど、鍵アカの人は俺読めないからね、そのコメント。みんな知ってた？やたらね、まだツイッターの使い方わかんない人がいるんだよ。で、はっきり言うけど、鍵アカの SNS に意味なんかねえからな。なんで鍵アカにこだわるの？そもそもさ、本名ですらない。自分の身分隠してる。で、メインのツイートしない見る用。要は配信者のところにツイートにコメント書くじゃん。鍵なんかかける必要ねえから。何をそんなに恐れてるの？俺本当にツイッターの鍵アカって意味わかんないんだけど、鍵アカの人いる？なんで鍵アカにするの？だったら、いや、本名とか名乗ってるとか顔写真載せてるんなら鍵アカなのわかるの？なんかさ、明らかにアニメのサムネとかさ、こういうさ、女優さんのサムネとか車とか、絶対に個人情報バレない、ツイートもしない、配信者をチェックするだけのアカウントなのに鍵アカにする人いるんだよ。いやだからね、よくわかんないんだよね。なのにだよ、なのに俺のツイートにコメント書いてくんの。俺からすると誰かがコメント書いてる数字だけは見れるの。コメント数はあるから。で、実際見えるのが3、鍵アカのコメント2があったら俺になんか必死に訴えかけてんのよ。なんかいい写真だねとか多分書いてくれてんだろうけど、かっこいいとかハゲとか書いてるんだけど、俺は読めないからね、そのコメント。うん。鍵アカ何なんだろうね。もう心理がわかんないんだよね。だったら捨てアカウントでね、大体ね、鍵アカね、捨てアカなんだよね。何なんだろうね。捨てアカの意味がないっていうね。だからツイッターとかってさ、むしろさ、その多くの人に見てもらって楽しむもんだから、鍵アカにするのはね、俺ね、意味ない行為だと思うんだよね。うん、鍵なんて外しまえよ、うん、おでこ？おでこはね、昔ここにほくろがあるんだけど、ここにほくろあるのわかる？ここにほくろあるでしょ。
これが昔のこのほくろが昔ねここにあったの。俺ね昔子供の頃っていうか中学生の頃こうやって書き分けると、えこんなところにほくろあるって言ってた記憶があったの。こうやってやるとこうやって書き分けてこの辺に。でも俺ねここにほくろできたと思ったの。これができた時違うんだよね。この分後退したんだよね。この分わかる。でハゲってすごくわかりやすくて、こうやってシワになってる部分がおでこなの。だからちょうど合うでしょ。この髪の毛がここにあったっていうのがわかるでしょ。これはあのねみんな覚えておくといいよ。男の人にこうやっておでこのシワ作ってって言うと、ここが本来のおでこなんだよ。ここわかる。ここわかる。ここが俺の本来のおでこなの。ここだから2センチぐらいハゲたんだよね。3センチ、うん、ほくろの位置が変わるんじゃないの。俺がハゲたの、うん、このおでこのシワ、男の人はね鏡でやるといいよ。おでこのシワがあるでしょ。それのちょっとこの辺、この辺が本来のおでこ。なんかこの分ハゲてる俺は。ここだからね昔ね丸いおでこだったんだよ。丸いおでこ、こういう、だからちょうどこの部分ハゲてるんだよ。親切だよね。そうでもねこうやって上にこう眉毛こうやってやってここにシワ作るのが一番わかりやすいと思う。自分がどれくらいハゲたのか、うん、ご愁傷様っていうか、まあ俺親父がハゲてたし、で実際親父ねもうちょっと来てんの。この辺まで行ってんの。かっこいいんだよね親父が。ハゲが似合うので、あの俺さハゲ似合う顔じゃん、わかる。ハゲてるのはハゲてるけど、なんつうのこうやらしくないってわかる。いや全然親父ハゲてるけどかっこいいの。イケメンなのよ。なんかこうハゲが許される顔なのわかる。こう親父はね今ね60ぐらいでここまで来てんだけど、あのもうちょいこうあれなんだけど、別にハゲてても何も対策する気ないね。何も対策する気ない。でもハゲ似合うっしょ。なんか佐野とか似合わないっつうかさ、なんかみすぼらしいじゃんあのハゲ方って。でもなんか俺自分のハゲてんのは気に入ってんだよね。なんかでもね20ねいくつだろう、23ぐらいまで悩んでたね。22とか3ぐらいまで、うん、あ俺来るなっていうの遺伝で分かってたから悩んだ正直。だけど今は全く、むしろチャームポイントだね。デコッパチっていうかハゲだよ。もうここまで来るとハゲ、うん、そうそうそう、結構単発にしてたよね山さんね、うん、俺は別にハゲもうコンプレックス克服したから。そう、うん、気にしてる素振り全くないし、リアップとかも全然やってない。別にハゲていいと思ってる。なんかね、じゃあみすぼらしいハゲって、なんで俺髪の毛切りたいって言ってたかっていうと、隠してるみたいになってたから。なんか髪が長いのあれだらしなくて伸びてただけなんだけど、ハゲは隠す。頭頂部いいよ、うん、こんな感じ。別に後ろは来てないと思うんだよね。別に後ろはね、あの一回来たことがあったんだけど、ストレスなの後ろから来んのは。ただのつむじだよ。後ろ来てないでしょ。だからニコ生やってた時は後ろから来たの。でもね後ろは回復するの。デコはね無理だよ。後ろ大丈夫っしょ。後ろは大丈夫。ロン毛はもう無理でしょ。後ろ OK でしょ。後ろ一回ハゲかけたの、やばかったの。でもね今ストレスないから今大丈夫。来てないでしょ。だからもう前から前から来るタイプ。つむじでかいか、いやアップにしたからだと思うよ。そんな別にハゲてないと思うけど。でもハゲは気にしたらダメだよ、余計ハゲるから。でも似合ってるでしょ。なんかランハゲさんとかも単発でかっこいいじゃん。いやもう寝る寝る、開封枠やろうと思ったけど、天城開封枠だから。さすがにまたさ、あのみーすけさんにさ、この前あのなんだっけ、あの空気清浄機もらった時放置したの反省しててさ、そう
もう2ヶ月放置して今やっと稼働したよ。しかもみーすけからもらってさ、つけてたらさ、みーすけこれどうやって洗うのっつったら、なんか掃除機で吸うんだよっつって、あ、これ掃除機で吸うんだってガチャって外したらさ、中のフィルターに袋が入ってるままだったの。ビニール袋がこう包まれてるパッケージで。で、全然使いこなせてなくてさ、笑ったよね、あれ。このメガネ似合うでしょ。俺、昔から丸メガネのサングラスつか色メガネだった。いや、そうだよ。やたら吸い込まねえなとか思ったり、空気清浄機生まれても初めて所有したから、なんかこんなんで空気きれいになんのとか思ってて、全然吸い込んでねえし、全然空気出ないんだけどと思って。まあだけど、ほら、リスナーさんからいただいたものだから言いづらかったから、まあまあこんなもんかと思って。俺ね、外人みたい鼻が高いからね、そうだから横から見ると彫りは深くないんだけど、ここは外人みたいでしょ。鼻が高いから多分丸眼鏡が似合う。彫りが深いともっとかっこいいんだけどね、ここが出っ張るとね、鼻高いから多分似合うんだと思う。最初のこれいいよ、空気きれいな気がするって発言。いや、そうだよね、気使ってるよね。うん、なんか空気がきれいな気がするって。だって今もうすごいもん、ここでタバコ吸ってもウィーンって言うもんね。で、この部屋匂いなくなった。帰ってきたらね、臭かったの、正直言うと。なんかこもった匂いっていうか、男の部屋っていう匂いがあったんだけど、今ね、帰ってきてびっくりする。家の匂いがなくなったの、本当に。多分、シャカとペコ相当喜んでるよ。な、のんちゃんの家もさ、空気清浄機こんなん買えばいいんだよ。いや、もともと、まあまあ、そうそう。スーパースターだから、俺。いやいや、普通に自分で、こういう髪型、今日切ってきたの。似合うでしょ？どう？ツイッターに写真上げてあるから、写真で見てみるといいよ。ツイッター。変じゃないよね。どう？変。これ結構短くしたの気に入ってるんだけど。変？いいよね。いいでしょ？カラー赤くするよ。赤くする。捨て頃の時には赤くする。ありがとう、バカありがとう。匂いやばいよ。空気清浄機すごいよ。俺生まれて初めてだけど、タバコ吸うのもタバコの匂いもしないし、本当にびっくりする。ここでタバコ今吸ってみようか。後ろでウィーンって言うよ、ここで吸うと。そうそう、俺単発好きなんだよね。ツイッター見ていいね押して。こう吸うよ、吸うと音聞いてたよ。今これくらいの音じゃん。そう、俺の空気清浄機見て、みーすけからもらった。あそこにあんの、今緑色じゃん。結構遠くにあんだよ今、緑色なのね。あるでしょ。もうね、すぐね、タバコをね、こうやって吸うと、もう30秒ぐらいですごいの。真っ赤に染まるから、あの空気清浄機が。すっごい早い。センサーが多分ね、やっぱシャープはすごいんだよ。結構ね、距離あるんだよ。2メーターぐらい離れてんのかな。いや、やっぱりね、日本のメーカーのセンサーすごいよ。こんだけ離れてるところで、こんだけタバコ吸ってて、すぐね、真っ赤に染まるから。やっぱりね、シャープ、上場企業、日本のね、なんて言うんだろう。
企業のやっぱり凄さ。センサーが今緑色になってるのが赤くなるの。で、急に空気をウィーンって吸うんだよね。ウィーンって言って、やっぱ、よかったなと思って。1000円カットだよ、これ。1000円カット。いや、すごいよね、空気清浄機ってね。空気清浄機はね、やっぱね、一家に一台あった方がいいですよ。1000円カット、1000円カット。全盲の方じゃないですよ。おい、ボロンジュいらっしゃい。色は自分、そうだね、前ハーフにしてたの、そのまま色別に入れてない、金髪にしてあるだけ。寝るか。あ、フォローありがとう。ふわっちフォローありがとう。YouTube とね、Twitter もフォローしてほしい。YouTube と Twitter もフォローして。応援してくれる人は。よろしく。特に Twitter。本当はね、行きつけのね、美容室あったんだけどね、もう予約がいっぱいだからめんどくさいから、1000円カットでいいやと思って。1000円カットでいいや。ほら来た、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 来た来た来た、ほら来た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 、ほら、何言っただろ、ほら来たよ来たよ、音がうるさくなってきたよ、ウィーンってね、言った通りでしょ。もうね、真っ赤になるから、センサーが空気汚くなってますよって、赤くなるの今。来るよ来るよ来るよ。これね、すごいんだよ。来るよ。来るよ。これね、やっぱね、シャープ、プラズマクラスター。今緑でしょ、ランプ。来るよ。来るぞ。来るよ。これ。タバコ吸ってるから、俺が。来るよ。見とけよ、日本のメーカー。世界が誇る空気清浄機先進国だから。中国人が買い漁る。来るよ。来るよ。真っ赤になるから。すごいことになるから。うちの、みーすけからもらった空気清浄機、すごいことになるから。来るぞ。来るぞ、みんな準備いい？いや、来るぞ、これ。バカありがとう。来るぞ、来るぞ、みんな。真っ赤になるから。